皆さんご機嫌いかがでしょうか今日から一寸法師を読んでいきましょう今日は第1回ですまず一字ずつ読んでみましょうまずこれは中という漢字です次はひらがなの「こ」とそれから「ろ」がくっついた形です ひらがなのこの下の線が縦棒になりまして下のロに続いています。このような形はしばしば現れますのでその都度おま思い出してください。これは五ロと書いてあります。次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます。これは 先ほど言いましたように、ひらがなの子の下の線が縦棒になって、とに続いているものです。こと、先ほどは上の方にごろというのがありました。ころとかこと、それからこそなどはよく見られるものです。これはるのように見えますが、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 次は、流れるという漢字を崩したもので、ると読みます。これは、よのようですが、あ左から入って縦棒がまっすぐ、これはにという漢字を崩したもので、にと読みます。このにという漢字の青のですね、四角の下にもありますし、ひらがなのにと書かれたそのすぐ左側にもあります。 これは三随のつです。地名ですので、そのまま漢字で表します。これはのです。次は、国。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して見てみましょう。上はく。 下は二です。くにと書いてあります。次はこれです。これは奈良県の奈という漢字を崩したもので、奈と読みます。次はに。これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。 これはのですね次はさこの部分はとです次はにこれはおそしてうです こここれれれははは字です、ね、これはとですす。ね。とう。次は「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますが濁点がついていますから「ば」と読んでくださいこれは「と」です。 これは、人弁に寺と書いて、はべるという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して見てみましょう。上の字は、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、ん。最後は、べです。 はんべ、と読みます。り、はんべり、となります。これは、うです。次は、もの、という漢字を崩したもので、は、と読みますが、濁点がありますので、ば、と読みます。これは、 4という漢字です。これも10という漢字です。四十。これは一つ置いて、えー、隣の右の行にありますね。これは2という漢字を崩したもので、2と読みます。ひらがなのよに似ていますが、よく見てると左から入っているので、 違いがわかりますこれはおですこの部分はよこれはぶですこれはま これはくのように見えますが、縦棒が入ってそれからくねっとしますので、てという漢字を崩したものでてと読みます。てと読みますが、だくてんがついていますので、でと読んでください。次は子供の子です。ここに読みがなが振ってありますので、拡大して見てみましょう。 目を細くしてみてくださいね。これは「こ」と書いてあります。次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは「木です。次は ひらがなのこととがついた字ですね。ひらがなのこの下の部分が縦棒になってとに続いています。こと。これはを。次は。可能のかという漢字を崩したもので。かと読みます。 これは奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはしです。これはカタカナのみに見えますが、さんという漢字を崩したもので、みと読みます。次は春という漢字を崩したもので、すと読みます。 これはカタカナのミに見えますが、三という漢字を崩したもので、ミと読みます。これはヨです。先ほどの二という漢字の二、これと比べてみてください。ちょうど、えー、そうですね、六十度右下にありますから、えー、見てください。 筆の入り方が、よとにでは違います。注意しましょう。次は、し。これは、にですね。にという漢字を崩したものです。にと読みます。ひらがなのさに見えますが、非常に細く長く終わっています。これは、まんという漢字を崩したもので、 ままと読みます。これは「い」です次は「り」これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「き」です次は「こども」という字です これは「超える」という漢字を崩したもので「を」と読みます次は「い」そして乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「り」ですこれは「申す」という漢字を崩したものです 下に「に」という助詞が来ていますのでモースは連帯形で読んでくださいこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます先ほどの「よ」という字この今見ている「に」のひらがなの「に」の下にありますがこれも元はこの「に」という漢字です2つの崩し方がありますので覚えておきましょう これは、大きいという漢字を崩したものです。次は、明るいという漢字を崩したものです。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。目を細くしてみるといいですね。これは、横顔のような形をした字です。多いという漢字を崩したもので、たと読みますが、 濁点があったような跡がありますだと読んでくださいこれはいいですこの部分はカタカナのミに見えますがかさんという漢字を崩したものでミと読んでくださいこれは嫌です最後がう ダイミヤウと書いてありますこれは神という漢字を崩したものですここに読み仮名が振ってありますので拡大して見てみましょう上はジ下はンですジンと書いてあります これはあです。次は、はちという漢字を崩したもので、はと読みます。これはれです。次はとです。これはお。これは、保険のほ。 という漢字を崩したもので「ほ」と読みますが濁点がついていますから「ぼ」と読んでくださいこの「ほ」という漢字はひらがなの「ほ」の元の字ですこれは「し」ここは「目ですさらにぐっと伸びて「し」 これは手です。これは4という数字ですね。これは10です。次は1。四十一と書いてあります。これはとです。 ここは、モースという漢字を崩したものです。これは、ニという漢字を崩したもので、ニと読みます。これは横顔のような形をしていますね。多いという漢字を崩したもので、タと読みます。これは繰り返しの記号に濁点がついています。 上の一音、たを繰り返していきます。ただとなりますね。次はるのように見えますが、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはらです。次はず。そしてなです。 これは里という漢字を崩したものでりと読みます次はぬこれは木のように見えますが横棒が3本です連合の連という漢字を崩したものでれと読みます次はものという漢字を崩したものではと読みますが 濁点がついていますので「ば」と呼んでください。これは「お」です。次は「う」。これは「じ」。これは「よ」ですね。これは「ろ」です。 これはコとビが続いたものです。ひらがなのコの下の線が縦になって火についています。コビこれは可能のカという漢字を崩したもので、カと読みます。うと比べてください。筆の入り方が違います。 これはぎ上の横棒を忘れてしまいますと「座」に読んであの見えてしまいますが「義」です。これは「利」。これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは「し」です。 次は「や」この小さくくるっとしたものは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますが濁点がついていますので「が」と読んでくださいこれは「手」です次は「十」という漢字です下は「月」 という漢字を崩したものですここに読み仮名が振ってありますので拡大して見てみましょうこれは「と」ですこの部分は「つ」そして「き」です「と」「つ」「き」と書いてあります これは「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みます次は「申す」という漢字を崩したものですこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます「ふ」のように見えますが左から入って棒がまっすぐであるところが「ふ」と違いますこれはいです 次は「川」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれは「く」ですそこから下に伸びて「し」となりますこれは「き」ですねこれは「お」 次は、のです。これは、こですね。そして、超えるという漢字を崩したもので、おと読みます。これは、ま。そして、う。これは、おのように見えますが、横棒が二本です。 これは、検討詞のけという漢字を崩したもので、けと読みます。これは、介護のかいという漢字を崩したもので、けと読みます。注意しましょう。これは、りです。それでは、短く区切って読んでみましょう。 まずここからです。中頃のことなるに。中頃のことなるに。中頃というのは、昔と現在のちょうど中間ぐらいのことです。ここから、それほど遠い昔でないことですが、という意味になります。 つの国なにはの里につの国なにわの里にせっつの国のなにわの里におうじと王子これは沖縄と ウーバーとハンベリー、ウーバーとハンベリ、えー、オーナーですね、えー、おばあさん、えー、オーナーがおりました。えー、ウーバ,ー,ウー,バー,あー、オーナーは、四十二を呼ぶまで、 四十に及ぶまで四十歳の年になるまで子の亡きことを子の亡きことを子供ができないでいることを悲しみ悲しみ、まあ、このまま悲しんで 住吉に参り,住吉,に参り住吉大名人にお参りをして亡き子を亡き子今はいない子供今は子がいないので 祈り申すに、祈り申すに、えー、お祈りをすると、えー、つまり、えー、子供ができるようにと、お祈りをすると、大名人、大名人、えー、住吉の大名人も、あはれと、あわれと。 かわいそうにおぼしめしておぼしめしてお思いなさって四十一と申すに四十一と申すにこれは四十一歳と申す年に ただならずなりぬればただならずなりぬればえ普通でない状態になったつまりえ子供を宿して普通でない体となったので王子王子え沖縄は 喜び限りなし喜び限りなし沖縄が喜ぶといったことはなみなみではなかったやがてやがてま、えー、もなくとつきと モースにトツキとモースに、まあ十ヶ月目になって、いつくしきおのこをいつくしきおのこを、えかわいらしい男の子をまうけけりもうけけり 儲、えー、けた、えー、さてどうなるんでしょうね、えー、またお会いしましょうごきげんようさようなら